さあいよいよ初代チャンピオンになります。組み合った、高山が押し込んでいきます。ロープにはここはクリーンにブレイクして三沢本来の力になってきているとそうですねいうことですね、はい、そして本田さん、はい、このベルテルボーの破壊力十分ご存知だと思います。組み合って胸を合わせます。そして準決勝 4.11 広島大会では今日放送席の秋山選手に両者リングアウト引き分けの後の襟固め1分3秒失敗の少ないことを最初さあリストを取りました。今バックを取られている高山が三沢の左の腕を取ってさあ切り返しました。おここから顔も顔面も締めていこう。上がりでさあ1つゲット。うわ今までタックの一番重いですね。そうですか。拳銃が伸び、あとエルボーと返した三沢、エルボーの打ち合いになりました。さあどうするんだ三沢が。したあーと伊沢が止めた、止まったよ。あーと膝が待っていた。スライディング放送席の前に三沢抱える、抱える、あーと、あーと。そして高山がいつも以上に大きく見えます。いつものように叫んで吠えてという高山を破壊しに行きました。あー今なんとか相当残りそうですか。そうですね。あーっとミドルキック連発だ。高山尻ジャンピングに、そして抱えて、おーネックロックの体勢です。あーエロット先ほどのミドルキックの返しだ。4連発打って三沢が走る。あーっと花道に、おっと三沢立ち上がった。エルボーで元気だ。高山ハイキック顔面を捉えて抱え上げて、抱え上げて、おっと、あーっとダッシュするジャンピングに、そのまま高山です。そして果たしてその腰に贅沢すぎるアクセサリーを手に、さあ踏み込むハイキック、おっと魂と魂のぶつかり合い、ネジが勝った。上げ投手とははるかに違う怖い三沢が、強い三沢があるコーナーに、おっと高山振り返した。エルボーで迎撃、おっスピンキックは、おっと足を絡めた、足を、おっ膝十字、三沢膝十字。あ三沢のこの非常に見てるはずです。足を取った、あー膝が痛い、膝が痛い、ハイキック打った、あーエンジンからボールが上がった、わーっとあー負けだった、投げる投げる、ボールだけだ、ジャーマンズームです。おー三沢また投げるか、エルボーでカット、ハイキックが後頭部、さあ無理やり高額の完璧なジャーマン、フロアの勝ち取りを襲います。あーっと正面からいった、ギラチンが落とした、あーっとマウントを押し込んで、あーっと、あー出血してます、あーっとここからの出血化が狂気の剣に蹴りました。リサーブラブラ3発目のダーマが来るか、おー両フィジエルも、あーっとリサ切り返した、おーっと脇がために持っていきました。あーまたおーっとさあ立ち上がり、おお逃げました逃げました、徹底しています三沢は、高山の三沢を持ち上げる、左手で三沢を落とした、落ちた、おーっとしかしまだ絡みついた、左では破壊か、おーっとヘルモットランニングロー持っていく、ファイナードライバー完璧でった、肩が上がり、いやー返しました、返した、ハイキック一歩も引かない両雄だ、この戦いがまさに GSC だ。あ